こんにちは、土の子です。さあやっていきましょう。さてさて、次は船に乗ったらいいんだよね、確か。どんな荒波にも負けないっすよ。行きましょう。ツチノコの旦那たちを乗せて、こうしてまた船旅ができる日が来るなんて、航海士アリス感激の極みでゲス。そういえば旦那、こんな話知ってるでゲス。ネルセンの宿屋ってところに泊まると、みんなが同じ夢を見るんだとか。それは気になるの。ネルセンの宿屋行ってみるか。ハンデルフォン地方はここから船で東に進んだ先。よし、行きましょう。おや、うわ、すごい嵐だ。う、急に荒れてきよった。おい、ゴリアテ、貴様の船黒い式で沈んだりはしないだろうな。今荒波ちゃんと戦ってるんだから話しかけないで。匂う、匂うぞ、命の匂いだ。今の声は何だ。ノー、ふはははは。うわ、うわ、やば、グジーラ、グジーラだわ。ウパルパだった。我が名は破壊軍王シャコラ。魔王様よりこの海を滑るよう賜った。我が海を汚すザゴどもめが、その命魔王様とのためにもらい受ける。わあ、やべえぞ、 MP ないぞ今。おのれ化け物、わしらを舐め腐れよって。見ておれ、ゴンドリア、グランドクロス。ひん、聞かねえな。どなとるんじゃ。魔王様より授かったレッドオーブの力を使えば、そんなもの我には聞かぬわ。はいし、うわ、海の底に沈め。うわ、土の子、また離れ離れに。あれ、あれ、あれ、誰だ、あれ、どこだ。あ、あれだ、女王様がいたとこ。どこに来ちゃったんだこれ。まさかこれは天国というやつでは。なんじゃ、誰かと思えばお主か。驚かんでもいい、ここは天国でも地獄でもない場所、安心するがよいぞ。ほれ、ボケーとしておらんで、お主も釣り糸を垂らすがええ。釣りですか。あれ、なんじゃ、ジロジロ見よって。わしな顔に何かついとるか。なんかすっげえマスクみたいなのついてます。わかったぞ、わしのこの姿が気に入らないようじゃな。ではこれならどうじゃ。ほっ、ほう、ん、この姿もダメか。ならばこれでどうじゃ。ほっ、ほっ、あ、お姉たま。わしの姿が定まらんところを見ると、お主わしのことを知らんようじゃな。お主の世界ではわしは預言者と呼ばれておる。わしに抱く姿形のイメージが人によって違うのでな、そのものに応じてわしの姿は変わるのじゃ。ところでどうじゃ、何か釣れたか。いいえ。じゃろうな、今はまだその時ではないということじゃろうて。釣れる時には釣れる、来たるべき時が訪れるまで耐え忍ぶこと、それが寛容じゃ。そういえばお主の仲間にも会ったことがある気がするの。カミュとか言ったか。
まあよい、わしは部屋に戻るとしよう。ほれ、苦しゅうない、そこに座れ。はい。さて、ここに来たということは何か道に迷っておるな。ちょいと失礼するぞ。ほう、なるほど。お主、勇者の力をなくしたと思っておるな。はあ、取られたんです。残念だが、わしにできることは何もない。ただ一つ言えることはある。勇者の力を魔王に握りつぶされたと思っとるようじゃが、力なんてものは見えやしないし、触れもでき、簡単に握りつぶせるようなやわなもんじゃない。特に勇者の力なんてものはな。そうですかね。なんじゃ、まだわからんのか。まあ今はよい。釣れるべき時に釣れるように、時が来ればおのずとつかめるものじゃ。そういえば、今おぼれとこきかけとるんじゃっけ。まあ案ずるでない、大樹が言っておる。お主はまだ倒れる運命にないとな。さて、いつまでも寝てはおれんぞ。お主は勇者、やるべきことは決まっておろう。世界を救うんじゃ。おい。シルビアさん。ああ、土の子ちゃん、気づいたのね。気づきました。土の子が海に落ちた後、わしらはなんとかお主を助けようとしたんじゃ。じゃが絶望的での、黒い海に飲み込まれてもう二度と戻らぬものかと思ってしまった。そんな時じゃった、辺りが光に包まれて海の底から上がってきたのじゃ。わしは腰を抜かしそうになったがの、お主を助け魔物の猛攻を切り抜け逃げおおせたってわけじゃ。そうだったんですか。まさかルビス様か、あれは。さっきまで不思議な場所にいた。もう土の子ちゃんたら、気を失ってる時に夢でも見たのね。疲れているのだろう。船員の宿舎を貸してもらえるそうだから、一晩休もう。わかりました、行きます。はあ、キラキラ。あ、なんだ文字が。勇気を胸に、イカズチを手に。はい、勇者といえばルビスの守り。誰だったんだろう。一晩泊まらせてもらいました。さあ、じゃあネルセンの宿へ向かうか。よし、じゃあここで眠ってみるか。おし、あー口おし、後悔という名の鎖がこの身を縛りつける。私は何もできなかった無力な存在。もしあの日に戻れるなら、地獄の豪華に焼かれても厭わない。口おし、誰か私の願いを受け止めて、あの人を暗い絶望の闇から解き放って、誰かに届いて、お願い。誰だ。何だったんだろう。それでは噂通り、全員が同じ夢を見たわけじゃな。嘆く戦士の夢を。なんだか必死に助けを求めていたわね。でも手がかりなしよ。あの戦士の甲冑に書かれた紋章はユグノアのものじゃった。そういえば、世界が闇に覆われてからユグノアがどうなったのかも気になる。行ってみようか。ほう、じゃあユグノアに行くことになりましたな。
この場所はもともと崩壊しておったが、さらにひどいありさまになってしまったの。確かこの辺りじゃったか。すまんがお主たち、これをどかしてくれんかの。わかったわ、これをどかすのね。ツチノコさん、そっち持って。ロウ様、これは。これは地下通路への入り口。ユグノアに何か危機が訪れた時に城の外へ逃げるための道じゃ。わしの読みが正しければ、この先に夢で見た戦士の手がかりがある。さあ行くとしようかの。あ、うー、口惜しい。いた。わあ、おのれ、またやってきたのか。邪悪なる魔の者たちよ。貴様ら魔族のせいで私は全てを失ったんだ。許さんぞ。待ってください。この戦士はやはりこやつと話がしたい。こやつを鎮めるのじゃ。え、戦うの？なるほど。うわ、うわ、強っ。呪いの弾。いや、これなかなかの強さじゃね。うわ、ラリフォーマきつい。うわ、これ厳しいな。うわ、ビッグバン、マジ強じゃねえか。まずいな。よし、仲間を呼んで攻撃するぞ。行くぜ、仲間呼び。みんなおいで。来た。うわー、行くぞ。みんな一斉に突撃。あんまりそんなにいなかった。おー、すげえ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 、250やる。いくぜ、大魔神斬り。おお、強え。538。よし、勝ちました。う、口惜しい。よくもエレノアと土の子を許さぬぞ。え、なんで土の子ちゃんの名を？やはりそうか、アーウィンじゃな。このユグノア王国の王であった男じゃ。そして土の子、お主の父親じゃ。まさかこんな形で再会するとは。お父さん、なぜお主はこのような姿になってしまったのじゃ。お、顔が。これは一体。あ、ついに来てくれた。彼を救ってくれる人が現れるのをずっとお待ちしていました。この声には聞き覚えがある。夢で我々に助けを求めていた声だ。あなた方のおっしゃる通り、アービン王です。ユグノアを襲った悲劇の時、彼は闇にひるむことなく戦い抜き、立派に王国を守りました。しかし今はその光は失せてしまった。生きることも死ぬこともできない悪夢をさまよう悲しい屍。どうかお願いします。彼を解放してあげて。今の声が。この戦士の正体がアーウィンだと分かった今、このまま放っておくわけにはいかんの。しかしどうすれば。どうしようか。
ここで恥ずかしい発動しなくていいから。口惜しい。さらに近づいてこいよ。はい、顔を覗き込んだ。ギュファン、新鮮な食材がやってきたおったわい。何年ぶりかの。さあ我が絶望の中に落ちてくるがよい。極上の悪夢を貴様にも見せてやろう。わお、惜しい、口惜しい。あの日に戻れるなら地獄の豪華に焼かれても厭わない。おお、はあ、アーヴィン様、この度は記念すべき祝杯の日にお呼びいただきありがとうございます。つのこ様のご誕生は私たちにとっても喜ばしいことです。うむ、皆様ありがとうございます。我が国ユグノアにとって特別な日、ゆっくりとお楽しみください。サマディ王クレイモラン王、お二人ともようこそ。久しぶりですな、アミン王。このような盛大な宴での歓迎感謝しますぞ。本日の四大国会議はロトゼタシアの今後を決める重大な会議。我が国サマディだけのこものにはさせませんからな。四つの大陸の王が一堂に会するなど、わしが知る限り前代未聞じゃって。それほどご子息、伝説の勇者は我々にとって重要な存在だということ。は、遠方から来訪していただき心より感謝します。またお声をかけさせていただきます。準備がありますので。これで父さん、デルカダローはどこに。ロー様とお二人で城の中庭の方に行かれました。デルタガールド王、ロー様、そろそろ四大国会議を始めましょう。話を聞いたぞ、息子ツチノコがあの勇者の生まれ変わりとはな。はい、皆様にお披露目するつもりです。こんな大勢の方に祝福していただいて実感しました。我々の希望の光。話は後で聞こう。先に会議室へ行ってるぞ。勇者はロトゼタシアの命運を左右する重大な存在だからな。さあアーヴィンよ、そろそろ時間だ。エレノアの部屋に行ってきておくれ。はい。父さん、ナブー、赤ちゃんってこんなに小さいのね。ちょっと触ったら壊れちゃいそう。触っていい？うん、どうぞ。わあ、マルティナのこと好きみたいね。遊んでほしいって言ってるわ。勇者として生を受けた希望の子。この子が大きくなったら父親に似て、いかなる困難も乗り越える力強くたくましい子になってほしいわ。エレネア様に似たらみんな優しい子になるのね、きっと。キャッ。ん？何かしら、なんか嫌な予感。アーヴィン様、にっこり。さあエレノア、もうすぐ会議が始まるよ。こちらへ。これから行くところは怖いおじちゃんがいっぱいいるけど、パパが守ってあげるからな。そう強く抱きしめたら苦しいじゃないね、ツチノコ。
今日みたいな特別な日に急にこんな天気になるなんて、さっきから何か胸騒ぎが。安心してくれ、何があっても君と土の子は私が守るから心配いらないよ。私はマルチナのお父さんは強くて勇ましいデルタカール王だ。私よりよっぽど頼りになるよ。さあ、後のことは頼んだよ。いってらっしゃい。不穏な天気だな。ん？あの子がそうなのか？あの技がある。間違いあるまい。暗黒の深淵にたゆたゆ邪悪な怪。いでつく黒き闇をまといて母なる大樹に迫りしとき、光の紋章を携えし勇者、聖なる剣で邪悪の神を打ち閃光となりて、ロトゼタシアの血を光で照らさん。老子戦記終わりの歌か。戦記曰く、邪悪の神は古の勇者によって滅ぼされ、世界は平和になったはず。しかし以前に比べ、ロトゼタシア各地に魔物が増えたこと、皆も気づいておろう。アーサー王率いるヴァンデルフォン王国は邪悪な魔物に襲われ滅びたと聞いています。このような事態の中、勇者と同じ技を持つ赤子が生まれた。これが何を意味するのか、聡明なる王たちの見解を問いたいと。邪悪な神だとか魔物が増えたとかいろいろおっしゃりますがね、世界、不穏な影が世界を覆うとも。こうして伝説の勇者が誕生したのですぞ。いや、この世界の平和は約束されているではありませんか。かあ、なるほど。勇者がいる限り平和は約束されるか。ロードのも人が悪い。先ほど語ったロース戦記、肝心な部分が抜けておったようじゃが。始まりの歌、老子戦記の第一章、勇者の誕生が記された助言だ。生命を紡ぐ命の大樹、その息吹より生まれし光の勇者。勇者の光、尽きることなきまばゆさで果ては漆黒の鍵を生み出さん。影の名は混沌を滑る邪悪の雷。それでは、伝説の勇者自身が邪神を誕生させたと。夜の暗闇がなければ星が輝けぬように、光がなければ闇も生まれない。太古の昔より定められた摂理じゃて。光と闇は常に表裏一体。勇者の誕生は命の大樹の福音か、邪神の目覚めの暗示か。果たして。言葉が過ぎますよ、クレイモラン王。勇者が悪と同等の存在などと。勇者が良い存在だとなぜ言い切れる。不吉な影は魔物だけではないぞ。最近になって夜空を輝く勇者の星が鈍い光を放つようになったじゃ。ご子息の誕生と同時に起きた異変じゃ。なんということを。わしには聞こえるのじゃよ。まがまがしい輝きの中、勇者の星が歌うロトゼタシアのを混沌へと導く破滅の歌が。一理あるな。デルカダール王、穏やかに、だが確実に世界は禍々しい足音が近づいている。その兆しが各地で起こっているのは真実だ。我々は上に立つ者として、ロトゼタシアに住む全ての民のためにその元凶を絶たねばなるまい。たとえそれが伝説の勇者であってもな。それはこの子を亡き者にしろ、そう言っておられるのでしょうか。息子、土の子が生を授かる直前、命の大樹から聖なる光が発せられ、夜明け前の空をまばゆく照らしました。その直後、その光に共鳴するように光に輝く技をその手に携えた土の子が生まれたのです。この子は孫うことなき伝説の勇者。
大いなる闇を晴らす力として命の大樹が与えてくださった希望の光です。光と闇は表裏一体などではない。命の大樹の申し子である聖なる勇者の聖なる光は必ずや闇を消し去る。私はそう信じます。よくぞ言ったアーウィンよ。もしもわしらの意見に賛同していたら即刻勇者を引き取るところだったぞ。皆様、勇者土の子は命の大樹の意志、我々に与えられた光の力だ。全力で守らねばなるまい。ちと意地悪が過ぎたかの。お主の誠の心を知りたかったんじゃ。許せアーウィン殿。我が国は勇者への支援を約束する。土の子が16歳になった暁にはデルカダールで修練を積ませよう。土の子にはいち早く我々を導く力をつけてもらわんとな。デルカダール王、皆さんありがとうございます。これにて一件落着ですな。私はこうなると思ってましたがね。なははは。では結論が出たようだな。我らの心は一つとなった。すべては命の大樹の導きのもとに。さあこれでしまいだ。勇者を待ちわびている者たちに顔を見せに行かれよ。ありがとうございます。それでは皆さんありがとうございました。アーウィン様、どうした。皆様お逃げください。魔物が我が城に。ぐっ。の。はあ。悪デーモン。皆さん大変です。多くの魔物がこちらに向かっています。ここからお逃げください。くっ。ギャー。うわはは、勇者を出せ。早い。数が多いな。しかし悪しき異形の者どもに勇者を渡すわけにはいかん。ここは私とローが引き受けた。そなたはエレノアと共に城の外へ逃げろ。しかしこの数では。うお。案ずるな。この程度の魔物に不覚を取るほど老いぼれてはおらぬわ。は頼みます。アーウィン様、怖かった。よくぞご無事でいてくれました。土の子が心配で。今は話している時間はない。ここから逃げよう。君たちのことは私が絶対に守る。早くここから脱出しよう。オープニングのシーンだね、これ。よし、ここから外に。すげえ、天空の鎧か、あれ。かっこいい。ほっ。のっ。あ、こいつと戦った。感じるぞ、勇者の気配がする。どんなに姿を隠してもその忌々しい光の波動は隠せまい。ん、私の家族には指一本触れさせん。ぐおー、強い。魔物が次から次へと。この城はもう奴らに囲まれている。とても突破できないだろう。倉庫にある地下通路へ向かおう。さあこっちだ。確かこの棚の後ろに。さあエレノア・マルティナ、魔物に気づかれぬうちに早く。よし、ここから外に出られるはずだ。ん？
ここは私が食い止める。君たちは早くここから逃げるんだ。でもさあ早く行け。忌まわしい魔物どもめ、ここは絶対通さんぞ。守るべきもののために負けるわけにはいかない。え、これこれまさか戦わなきゃいけないの。やだやだ、戦わなきゃいけないの。マジかよ。まず弱そうなこいつから。うわー恥ずかしいのろ。おねしょ。うわーやば、大丈夫かこれ。うわーまずいな。あまずいなこれまずいんじゃね。間違えたらいけないぞ。ベホイムでしっかり。よし、ここで恥ずかしい発動した。マジ最悪だよ。よっしゃ、あーよかったよかったよかった。危ねえ。よかった、レベル上がったこれで全部倒したようだな。早くエレノアたちを追わなければ。マルティナ、ここにもいないのか。この声はデルカダール王、ご無事だったのか。これは、おお、デルカダロー、お前は一体何者だ。おや、にやーり。おお、デルカダロー。おお、お前はアーヴィンではないか。皆は無事なのか。ああ、よくぞご無事で。幸いにもこの戦火の中、我が息子と妻、そしてマルティナは無事に城の底へ、外へ逃げ延びました。それはよかった。では逃げ延びた者どもとに我が手の者を早速向かわせよう。うわ、何を、ぐわー、ふわー。勇者の血筋などはここで途絶えるがいい。デルカダール王、デルカダール王、いたらお返事を。ああ、デルカダール王、おお、よくぞご無事で。申し訳ありませんでした。ん、アーヴィン様、これは一体。アーヴィンが突然私に襲いかかってきたのだ。だから仕方なくこの手で。そして我が娘マルティナもユグノア王妃エレノアに人質としてさらわれてしまった。なんと、ユグノア王家でともあろう方々がなぜ。おそらく勇者の誕生が変えてしまったのだ。城を襲った魔物たちの狙いは勇者を手に入れること。そのためにあまたの命が消えていった。勇者の光に闇が引き寄せられたのだ。伝説の勇者ツツノコがいなければこのような悲劇は起こらなかった。世界を救う希望の子でなどではない、この世に邪悪なる闇をもたらす存在、災いを呼ぶ悪魔の子だ。ロトゼタシアの平和を脅かす勇者を野放しにするわけにはいかん。草の根を分けても見つけ出すのだ。はっ。
違う、勇者は土と子は悪魔の子などではない。デルカダールを止めなくては、このままでは世界は闇に。土の子エレノは不甲斐ない私を許し。そうか、そうやって闇に落ちていったのか。あ、なんだこれ。おい、ちょっとセーブさせてくれまして。なんだよこれ。俺にセーブをさせろ、頼む。なんだ。ウェフェフェフェ、うまいうまい。我が名は爆風持つ、絶望食らう者。国は滅び、愛する家族とは死に別れ、この男の絶望はまさに高級フルコース。こんな絶望にはそうありつけはしない。だからこの男に16年前の悪夢を何度も見せ、こうして喰らい続けているのだ。この男の絶望は一度食べたら忘れられない。16年間食べ続けても飽きぬほどだ。だがしかし、そろそろ違う味も試したかったところだ。次はお前の新鮮な絶望をいただこうとしよう。うやっ、さあ感じるがいい、お前の心の悲壮な叫びを。はっ、これはお前の心の中にある最も忌まわしき記憶。うははは、お前は勇者の力を奪われ、魔王を誕生させてしまった。そしてこの世界は壊れたのだ。はっ、お前は誰も守れなかった。お前は世界を救えなかった。それは無力な勇者の罪。抗えぬ絶望の暗闇に落ちてしまえ。それが私の糧となる。はあ。土の子、聞こえますか？土の子。土の子。あなたの中にある聖なる力は決して消えることはありません。その光はあなたの中でひそやかに目覚めの時を待っています。この世界を再び光で照らすために。闇を滅ぼすことができるのは勇者であるあなただけ。さあ目覚めなさい。ん？ピカー！ピカー！この光はなんだ？うおー！おお、なになに、一体何が起こったの？お、なんか顔が見える中に。ピカーン。ただいま。よかった、無事じゃったか。忌々しい光で前が見えん。貴様が全ての元凶か。さあ土の子、呪縛を解き放つぞ。へへへ、クソ、あと一歩で極上の新鮮な絶望ディナーを食らえるところだった。まあいい、こうなったらお前ら全員皆殺しにしてオードブルにしてくれるわ。わお、連戦。大丈夫かな。悪夢の吐息。うわ、痛い。呪文の威力が下がる。捨て身。うわ、眠る。大魔神斬り。ベホイムで回復。ここはハッスルダンス。いけ、大魔神斬り。あー、ミス。そう、 うわー、これ攻撃で眠るのがかなりきついな。いけ、今度こそ大魔神斬り。
よし。よっしゃ。倒しましたね。よかった。ギャー。うわ。ほう。ほう。ほう。ここは。お、その眼差し、その目に宿る優しい光はまさか土の子なのか。はあ、そうか、私を絶望の淵から解き放ってくれたのはお前だったのだな。立派になったな。はい、ようやく元のあなたに戻ったのね、エレノアか。ああ、信じられない、君なのか。あなたを苦しめていた呪縛は土の子が解き放ってくれた。これで私たち安心して旅立てるわね。そうだな、エレノア。土の子、私の可愛い土の子、あなたにはこれからも多くの困難が立ちはだかるでしょう。それでもそのまままっすぐに進みなさい。あなたの中にある希望の光がきっとあなたを導いてくれるはず。父も母もいつもあなたを見守っていますよ。さようなら土の子、ずっとあなたのことが大好きよ。これで本当にお別れじゃな、アーヴィン、エレノア。土の子ちゃん、それあ、おお、勇者の紋章が光り輝いておる。アーヴィンとエレノアが勇者の力を蘇らせてくれたんじゃな。お父さん、お母さん、さあ行こう、真の勇者土の子よ。今度こそ勇者を、勝利を手に掴むのだ。はい。勇者の力が復活したことにより土の子のスキルパネルが新たに解放された。さあ、いつまでも嘆いていてはいかんな。気を引き締めて次の目的地へ向かうぞ。ここより北にあるグロッタの町ならば人も多いし、新たな情報を得られるかもしれん。有名なブルジョワなぜブルジョワになった僕は真の勇者ということで、今回はね、ここら辺で終わっとこうと思います。次はグロノアだったっけに行きたいと思います。よかったらまた次も見てください。土の子でした。